日野自動車融和会メンバー有志による門松作りが18日日曜日、日野本町にある松本家で行われました。日野自動車の社員やその家族などが行事を通して懇親を深める会、融和会。毎年同会のメンバー有志が集まり門松作りを行っており、今年で4年目を迎えました。紐で裏から押さえながら指導に当たるのは、長年趣味でわら細工などを制作している松本保さん。この日は門松の仕上げ作業日ということで、束ねた竹に藁を巻きつけたり、また松や稲穂を飾りつけたりするなどして、大小2つのタイプの門松を制作していきました。佐々木さんは30ね。これまで5日間ほどの日程をかけて、大小門松に合ったサイズの竹の伐採をはじめ、切り出した竹の加工や骨組み作りなど、松本保さんの指導のもと、融和会メンバー10名ほどが集まり行ってきました。今年は大きい門松を5ついと、小さい門松を7つい製作。完成したものは日野自動車の本社をはじめ、羽村工場や新田工場のほか、東日本大震災の被災地福島や仙台にあるグループ関連会社などにも贈られ飾られるとのこと。この日参加したメンバーは和気あいあいとした雰囲気の中、一生懸命作業を行っていました。お宅のあっちこっちを痛くてよ、今年は12月になって始めたんだけど、竹切りに三沢まで取り組んだけど、雨がちょうどあいにく降っちゃって、みんな若い人がもうカッパー着て、もうびしょ濡れになって取ってきて、でも今年だいぶ皆さん慣れてきたんで、それぞれ、文句も言わねえでもなんとかねできましたわ。まあ出来からいきゃ70点ぐらいじゃねえかな。そんなわけです。